水饅頭とは、くずこを生地に使用した饅頭。岐阜県大垣市の名物として知られている。大垣市を代表する和菓子。柔らかい水饅頭を井口に流し入れて、井戸船と呼ばれる水槽で冷やしながら販売する様子は、かつては大垣の夏の風物詩であった。販売期間は、おおよそ4月頃から9月頃。老舗の販売店としては1755年創業の土屋。 1798年創業の金鳥園、総本家、1862年創業の餅創などが知られている。同じくず粉を使用した饅頭には、くず饅頭があるが、水饅頭は水に強いわらび粉を生地に混ぜている点で、異なる。そのため水饅頭は、くず饅頭に比して柔らかく、生地が厚くなっている。クズ粉とわらび粉の配合は店ごとに異なるため、食感には、 違いがあり、大垣市で毎年7月に開催される大垣菓子博では、大垣水饅頭製造組合に所属する和菓子店の食べ比べセットが販売されている。奈良県御世市の御所町では、大宮宮さんのお祭りが行われる6月16日から夏の間、笹の葉にくるんで冷やした水饅頭が地域の和菓子店で販売される。大垣は、 古くから豊富で質の良い地下水に恵まれて水の戸と呼ばれており、庶民が水菓子を楽しむ風習が江戸時代末期には存在していた。明治30年頃、和菓子屋の上田文七がくず餅を原型に名水を活かした和菓子を考案し、水につけても流れないよう改良したことが水まんじゅうの起源とされている。1995年には大手製パン業者が 水まんじゅうの商標を特許庁に出願。商標が認められると観光資源が損なわれると判断した地元業者らは対策委員会を設けて発祥の地である証明書を集めて異議申し立てを行った。その結果申し立てが認められ、出願は取り下げられた。AB、水の町のひんやりスイーツ。岐阜、大垣の水まんじゅう5000。アイカーと価格込む。 2020年1月20日閲覧。ABCDEFG 水饅頭大垣市。2020年1月20日閲覧。ABC もっちりプルン食感大垣の銘菓ーーひんやり水饅頭を食べ歩き。コトリップ秋文社。2020年1月20日閲覧。食田んぼ五所町の夏の風物詩やケボの笹さ巻さ水饅頭 manichi.jp i,、N I, C H I. B、地方版なら毎日新聞2021年8月27日閲覧名産物の商標登録と水満充事件社長の商標登録港未来特許事務所2020年1月20日閲覧ありがとうございます